お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、81からマルチやっていこうかなと思います。で、今、8104ですね。で、今季最高はね、8166まで行って、今シーズンというか、僕の今までのね、歴代の最多トロフィーを更新しましたってわけで、まあ、パチパチパチと、まあ、言ったところでやっていくんですけど、もう一個のアカウントもね、812は行きましたね。というわけで、8122アーカー行き、ちょっとええ感じっすね。はい、結構ええ感じってわけで、まあ、ロイホグでマルチやっていこうかな。で、このロイホグはね、バルーンがきついですね。あと、ボムタワーもきついっちゃきついんですけど、まあ、ボムタワーぐらいならね、意外と勝てちゃいますね。まあ、クエイクが入ってるんで。なんですけど、ボムタワー入りのバルーンとか来た時にはもう絶望ですね。ラバルにはいけますが、高回転のバルーンには勝てないと、もう言ったところで、よろしくね。最低のデッキがね、珍しいことにわかんないですね。さあ、勝ちに行きたいですね。で、ハンターはしょっぱな咲くのは良くないですね。逆サイバルーン飛ばされて、もうお疲れちゃんってなっちゃうので、オーブンか。オーブンって珍しいですね。なんでクエイクないの？俺の手札に。オーブンイコールロイジャイだと思うんですけどね。ロイジャイ以外に考えられないですけどね。いや、待って待って待って。オーブンがないと、壊せないですね。あー、これ間違えちゃう。まあ、延滅するのも分かってくるだろうの、タルババですかね。で、ここのまあ、ベビーは許容しますかね。で、まあ、ちょい高めぐらいにハンター出しつつ、これミニピ出して、この2体にライトはもう打てないか。これね、多分ロイホグミニピが相手絶対きついと思うんですけど、あれっすね、相手がオーブンない時にロイホグミニピをしたくて、サイクルがないにもちょっとわかんないですね。うん、そうっすね。オーブンない時のロイホグミニピが相手は絶望的だと思いますね。というふうなことを考えつつ、ちょっとクエイクも打ってな。あ、マジでお前、ヤンキーか。さあ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 。相手も僕がミニペタハンター持ってるんで、なかなかユニットを裂きにくいんですよね。で、こう、あー、待って、下手くそかよ、俺。これちょっと行きたいですね。行っちゃってからの、スケだけでランバー守れば、勝ちっすね。カチカチ山。もうミニペが暴れますね。相手もミニペの受けがないんで。で、ここはちょっと許容しますね。僕が攻めたんで。オッケーオッケーオッケー。これはね、今天才的な判断をしちゃいましたね。今の相手が無視して、ロイジャイ展開してきてると、まあ、11交換でしたねって感じだったんですけど。いや、美味しいですね。非常に。で、多分高めベビーとかかな。そうっすね。で、これちょっと倒したいと思いますね。で、これにライトとか普通に来ますけどね。あ、でも。いや、ワンチャン勝つ。ワンチャン勝つ。さあ、勝つとなるとまた話は変わってくる。これ一回捨てていいですね。僕30秒あとガイムします。ガイムします。大体ライトなんで、もうぶっちゃけ平石にしてもいいが、クエイクボーイしとけば止まりますね。これ多分ライト狙ってるんかな。そうっすね。ライトニングプラス、このユニットのダメージを相手稼ごうっていう。せこい手を考えていますね。ウェイ勝っていく。いや、でかいですね。ふぅ、しょしょしょ、ロイジャイですね。やっぱり、ランバー、エレキ、オーブンなので、オーブン裂いた時のロイホグが止まんないのと、まあ、それにミニペッカーがいるだけで、ミニペの受けがきついので、まあ、止まんないよっていう感じで、さっきのロイホグミニペが刺さりましたね。いや、でかいね。812、あと2勝すればもう、自己ベストですね。なんかいろいろ、これはね、さっき結構たまたま勝てたんですけど、これミラー対決ね、勝ち試合逃して、まあ、ラバル、そうですね、バルーンは意外といけますね。ラバルのやつはなんですけど、この高回転のバルーンとか、このコカツちょっとね、なんか事故っすね。コカツは基本勝ちたいですけど。で、まあバルーンとかですかね、まあそんな感じで、高回転のボムタワーとかもきつめっちゃきつめなんですけど、まあそんな感じですかね、マッチングは。はい、というわけで、いきます。基本的にね、ロイホグミラーはね、結構勝率いいんすけど、いいんすけど、さっきちょっとなんかね、うまいことやられちゃいましたね。まあ、ミラーのコツは、ハンターウッドで基本的にロイホグを守るっていうのを覚えとけば、多分いいっすね。ミニピアは別に適当に裂いていいんすけど、ハンターウッドで守るって
ていうことを徹底すればほぼ負けないっすね。はい。まああとはむずいですけど、なんだろう、まあハンターウッドで守るだけっすね。でラバルに対してもこう、まず初手のラバとかに対してはケツハンター合わせるんですけど、ちょっと 2,3 アドぐらいアド取られてラバハンドを展開された時にケツハンターを合わせるんじゃなくて、まあ、ケツハンターっていうのは後ろにね、あのハンター出すことですけど、あの合わせるんじゃなくて1回3アドぐらい取られてたら、まあ、マジアチャぐらいから入ってラバルでこうラバーの後ろにバルーンがいるんですけど、あのバルーンがこう前にねこうラバーの横をヒュイーって回ってくると思うんですけど、いやそこですね、そこを回るバルーンが前に来たところをバルーンからねハンター当ててあげると、バルーン2発でハンター落とせますので、バルーンのダメージ1発だけにね抑えられるよっていうところで、相手はそこにスペル打たないと大ダメージ稼げないので、ラバル作られてもハンターを後からバルーンにだけ当てれば一発と、まあ、あとはラバのダメージで抑えれるんで、結構ラバルに上がってるかなっていう感じっすね。マッチング長いっすね。まああれなんですよ、朝なんすよ今。朝なんすね。なんでちょっとちゃちゃっとねマルチやりたいんですけど眠いっすね。ふぅ来た、盲点でやば、マジかやば、しかも高えな。これね、あれっすね、クエイコークだと思いますね。のロケホだな。ロケホクエイコークっすね。おぉ。いや、これ多分ね、絶対つけてくるんすね、こういう人たち。うわ、つけてこないんだ。いや、わかんねえな。いや、ミニピちょっと遅いかな、これ。うわ、あのロケホなんか残るのちょっと嫌っすね。これちょっと、スケで金起動先しちゃいましょうか。お、待って、俺のマジアチ優秀か？ああ、いいえ、これ。え、待って、金起動ミスってる。うわー、やべ。あ、待って、ミリペ？事故れ。うえい、さすがにね。さすがに。あ、でも待って、めっちゃいってる、めっちゃいってる、ラッキー。で、これ多分ロケ砲で射抜いてくるかな。8286はさすがにバケモンですからね。僕も基本無言でやります。で、ロイフを飛ばすタイミングなんですけど、ロケ砲いるとロケフットでほぼほぼ完封されるので飛ばすの良くないですね。基本的にロケ砲いないときに狙いたいですね。で、早めに緊急度しちゃいたいですね。相手ホグなんで。後半響きますね。これマジで一回捨てです。で、ロイフ単体で飛ばしてもコウモリで防衛されちゃうんで。うわぁ。これ一発で OK。 あのロケはちょっと厄介ですね。いやー、このマジアチャいらないっすね。うわー、やべえ、これ4アドっすね。ただの4アド。いや、このダメージ、いや、うまい感じに強されてますね。ロケのダメージ結構痛いんすよね。あとちなみになんですけど、これミニペまで出したくないっすね、ぶっちゃけ。まあでもここで一発に抑えるならでかい。からの、うわー、これやべ。これえぐいっす。やっぱロケフいるときにローグ飛ばすのあんま良くないと思ったんですけど、結構入ってる。お、待って、ラッキー、神、これ勝てるぞ。みんな勝てるぞ。ちょっと待って。焦るな。俺が一番焦ってるんだけど、焦るな。やべ、この間で貸す。これ防衛ちょっと一回ワンチャンありそう。いや、これやべえかな。頼む、入ってくれ。ロフェグ避けろ。うわ、やば、一個も入んね。あー、終わった。マジか、ダメージ高えっすね、ロケホー。マジ勝てそうでしたけどね。ワンチャン？うわー、くそー。うわー、これ、多分ね、いや、そうなんすね。ロケ砲、一回あれだな、マジ、ミニペ。うわー、やって、今、勝っとけば42ぐらいもらいましたね。
42ぐらいもらえたな。意外とね、ロケ砲が高回転で回って厄介なんすけど、一回なんか変なマジアチャしちゃいましたね。あのマジアチャがちょっと良くなかったっすかね。あれをしてなければ、多分一回攻めでマジアチャ使えたんで、セミマジアチャ使えるだけで世界変わってましたね。いやー、なんか勝ってたな。今の勝ち試合でしたね。特に何もうまいことしてないんですけど、相性はね、別にいいわけじゃないと思いますね。ロケ砲型結構きついですね。あの、ロケ砲の拡散とクエイクウッドでマジアチャが処理されちゃうんで、こう防衛でマジアチャ使っちゃうと、攻めクエイク撃たれて、防衛ウッドとロケ砲で処理されちゃうんですよね。あ、ロジラこれディガポイじゃね？ディガポイライト。あれ、デッキ変えてるか。アイスピアイゴレなんで多分バルーンないでしょうって感じに出しちゃったんですけど。26？ やば。待って。しかもなんか相手前に出てんだけど、ユニット。謎に。そんなことある。26？ マジ？マスカの？これ26っすね。絶対。これ絶対26だよね。26ちょっと嫌なんですけど。26？ ロジラ。26っぽいっすね。いや、この人ディガポイライト使ってる印象あったんすね。マジディガポイライトデッキでマルチしてるやつがいるんですよ。ロジラだった気がするんですけどね。まあまあまあ。うわぁ、厄災かな。うえ、来ないんすね。これむずいっすね。後ろからユニット出しても全てマスケットに勝てないんですよね。マジで。あのカードずるくないっすか。あ、待って、やべ。いや、もう最悪。タワーに当たってね。これ、アイゴレ射抜いてマジアチ処理し、あいつ処理します。マスケか。ホグ来ますね。まあでもこれは、完封。うわぁ、いいウッド。あ、でも待って。いいウッドだけど、俺のミニペもいいミニペでしたね。今日ちょっとね、いつもより元気ないみたいな思うかもしんないんですけど、そういうわけじゃないんですよ。負けたくないんですよ、僕だって。いつもあんな感じでやってますけど。負けたくないんでね。気持ち静かめっすけど。おい、来ねえ。これ、ロイクエイクで攻めちゃってもいいかもな、ぶっちゃけ。なんか守れば守るだけ不利になってきた。うわ、待って。うわ、そのマジアチャ残んねえな、話がちげえ。いや、これ勝てねえんですね。ワンチャン？ワンチャンある。ぶっちゃけワンチャンはあると思ってる。で、大砲か。あ、これ、ウッド打たないとめっちゃ入りますね。で、逆サイにアイゴレホックかな。のスケボーへ。うわ、もうわかるけど止めらんないんですね。で、ウッド、ファイボ、やめて。うわー、マジで。26はちょっと違うっすね、これマジ。ロイホグ打ったとて、大砲でアド取られ、クエイク打ったとて、アド取られ、ダメアド取られ、絶望っすね、マジ。大砲の位置すごいな。いやー、ワンチャン？うぃ。これウッドで完封できるかも。いやー、いっちゃうか。うわー、ちょっとやっぱみんな強いというか、これは知らんけど。ワンチャンスナイプじゃねえかなって疑いたいですけどね。これいきますね、ホグ。クエイク来るタイミング。でも完封できないか。うぃ。全然刺さんないっすね、これ。うわぁ、今日負けたっすね、結構。確実にね、確実に守ってくるね。うわーい。とりあえずウッド転がすと。いや、これ絶対スナイプだわ。マジで。え、この人だってさっき、モーテンとディガポイライトで戦ってたと思うんすけどね。違ったかな。まあ、普通に負けましたね。うん。いや、
という感じですかね。今日ちょっと負けちゃったからな。最後もう一戦行って勝ちますか。いや8に行きたいんですけどね、勝って負けてはずっと繰り返してここ停滞してますね。落ちることはめっちゃ落ちたりしないんですけど、上がんないですね。この停滞沼ってやつですね。やばい、マルチしてて動画撮ってるのに眠くなってくるなんてことあります？やばいですね。ちょっと眠くなってきちゃいましたね。熱くなってきた、しかも。ふぅ、やばい。もうね、4月5日っすね。5日からもうリーグ始まりますんで、はい、5日ですね、5日。もう4月1日か、今日は。なんで、もう、この動画が上がる、明日、明後日、しあさって、次っすね。もう4日後には、もう公式戦なので、ちょっと負けらんないっすね。初陣。フロンスの初陣は5日ですね、5日。どこだっけ、名前がよくわかんないですね。けど AUK とか中国のチームですね。結構強い人がいる。まあ、とことやるんでね。まあ、ちょっと負けらんないんでね。ちょっと8に行かないと話になんないんですよ。マッチングしてくれーっていう感じで。ちょっとね、頑張っています。いやちょっとね、盲点に負けたの悔やまれますね。さっきのロイフが、ジェニーロックは多分シンプルに相手が上手いのと、僕が100点のプレイしても多分勝てない感じだと思うんで、さっきのロイフ対ホグクエイクだな。あれを勝てるようになんないとね。ブロイチは多分無理っすね、余裕で。まあ今ちょっといい感じに上がってるんでね。あと1週間かな。あと1週間。マルチあと1週間あるかないか。次の月曜日、来週の月曜日にもう終わるんで、ちょっと1週間ぐらいか。どうにか、ええ感じの順位でね、フィニッシュができたらいいかなと思います。やばい。待って、マジで眠くなってきた。これをやってね、こうたまにやるんですけど、まあ僕最近ないんですけど、まあ最近めちゃくちゃマルチやってるわけではないんですけど、なんか前までマルチめっちゃやってた時期にこうやってるんですけど、やっぱ眠くなるんですよね。で、僕基本的にクラロワ音を、まあ、つけずにクラロワするんですよ。まあなんか YouTube の時にクラロワ音消すから、なんかまあそれの慣れでクラロワする時に常にクラロワ音出さないんですよね。そう。なんで、マッチングした時とかね、わかんないんですよ。まあ、若干の振動があるんですけど、携帯の。まあ、でも、携帯置いてたり、まあ、持っててもかな、たまに気づかないんですよね、振動に。なんで、こうまあ、寝落ちすることがあるんですよね。で、寝て起きたら、寝て起きて携帯開くと、なんかね、3-0 の負け画面から始まっちゃうっていう、まあ、地獄の寝起きスタートですよね。いや、バグ来た。この人あれっすね、タワーレベル12で、8000いってましたね、この前。ああ、ミラー対決か。うわ、箱か。箱ちょっとせこいんですね。僕も箱がいいっすもん。もうそっちなんだ、来ないと。ちょっとおしゃれなマジアチャっすね。おい、ダメージは5分っすね。で、箱っすね、相手は。箱ちゃんがね、ちょっと厄介かな。これ3-1、いや、2-2になってるか。よくねえな。これ箱ヒューンかな。ああ、回ってないのか。いや、これはまあまあまあ、でもいい防衛だな。いや、待って、俺のマジで違う。フチレ、フチレ、フチレ、フチレ。フチレ散らかせ。こっちも、こっちも。ああ、まあまあまあ。ダメージ入る。で、相手のログに対しては、ハンターウッドでしっかり守っていきたいですね。マットはなんか雰囲気っすけどね。ぶっちゃけ。あとは雰囲気っすね、こんなん。雰囲気で、雰囲気で守ります。で、マジエチャがハンター殴ってからのこのスケですね。あ、待って、しかも、俺のマジエチャ相手タゲミスして、入ってる。まあ、狙ってたんですけどねーとか言っとこうかな、マジ。いや、でかいっすね。
今ダメージでかい。これ一回攻めてもいいな。一回攻めて、多分箱となんかで防衛してくるんで、まあ、これで箱か。ああ、強えな。このままマジアチャで回収しつつ、箱ウッドは防衛にあるので、じゃあハンターウッドか。いや、ハンターウッドマジ強いんですね、これ。あ、やべえ。このマジアチャね、撃たれるとやばい。攻めで生きないんでね。ワンチャンマジアチャ警戒。相手の箱でこれ全部落ちるのか。まあ、これはマジア、相手のマジアチャにはクエイク打つのは徹底ですね。うん、俺の削りたい方向と逆のタワーがめっちゃ削れてるっていう謎現象。さあ、ハンターウッドで防衛徹底すれば勝てます。相手もそれを気づいてミニペックを攻めに使ってきますが、相手が攻めたすぐなので、ロイフグ飛ばすと、箱落ちてくるが、ちょっとはダメージで刺さるだろう。オッケー、いいねー、震えちゃったグッドゲームですね。まあこれはちょっと連動の差を出せた気もしないこともないですが、まああとあれですね、ロイフに対してクエイクウッド打つと結構防衛できますね。なんかもう一個、まあユニット入れますけど、ハンタープラスクエイクウッドとかマジアチャプラスクエイクウッドするだけで結構ね、削れますってわけ。ロイフ溶かせますっていうので、いやーちょっとね、うまいっすねマジで。26か、26と盲点、こいつはまあ結構のバケモンっすね。いや勝ちたかったっすけど、まあ今日こんな感じで終わろうかな。また8283行く変なマルチもね上げるんで、ぜひそちら見てみてください。いやー勝ち殺せなくて申し訳ないですけど、またのね機会をお楽しみにください。ではバイチャー。